っくりしていてね。こんにちは。本日もゆっくり神社へようこそおいでくださいました。解説のゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。前回の動画でも少しお話ししたんだけど、今回は日本の神社の有名な御祭神様のまとめ動画になります。うぷ主の前職の友人から連絡が来て、御祭神様の読み方や別称なんかをまとめた動画を作ってほしいとリクエストが来たぜ。そんなわけで、今回は以前に紹介、解説しているものも含め、日本の有名な御祭神様の名前、主な御利益、その神様にまつわる有名な神社をまとめてお話ししていこうと思います。ただし、日本の神社の御祭神様はとても多いので、毎シリーズ大体7柱前後紹介できればと思っています。動画の尺なんかも考えて、今後は増やしたり減らしたり長尺の総集編にまとめたりも考えてます。なので、アドバイスやご意見をいただけると参考になります。日本には八百万の神々と言われるほど、たくさんの神様がいますが、中には名前が違うだけで同じ神様もいますし、名前だけ登場して見た目や性質などは一切わからない神様もいます。その中で、神社の御祭神様として祀られている神様だけを紹介していく予定です。視聴者様の参拝している神社の御祭神様で、読めない名前や、この神様ってどんな御利益や逸話があるんだろう？っていうのがあったら、ぜひとも教えてほしいんだぜ。できるだけ調査を行って、皆様に動画としてシェアできるように頑張っていくので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、早速だけど一柱目の神様を紹介していきましょう。1、宇賀の御霊。このシリーズも一番手を飾るのは、全国に約4万社ある稲荷神社の御祭神様として知られる、宇賀の御霊です。今回は、説明がわかりやすいように、継承略でお伝えしていきます。まずは名前だけど、基本的な表記はこちらの2つで、どちらも読み方は宇賀の御霊になります。他に別称として、上記のものがあります。あとは皆様ご存知の、お稲荷様や稲荷神とも呼ばれます。そして、宇賀の御霊の主な御利益はこちらです。宇賀の御霊に関する有名な神社は、皆様ご存知の、京都府にある伏見稲荷大社が総本社になります。以上、一柱目の神様は、宇賀の御霊でした。ちなみに、稲荷神社を関する神社は最多の神社数なんだぜ。やはり御利益が大きく関わっている感じがするわね。では、次の神様に行ってみましょう。2、大国主。続いて紹介するのは、大国主です。大国主は名前が最多の御祭神様だから、なるべく見やすくするけど、細かく確認したい場合は、一時停止推奨なんだぜ。マリサ、説明ありがとうね。まずは、主な名前ですが、大体上記のように記されることが多いようです。別称はこちらです。一時停止推奨だぜ。大国主の主な御利益はこちら。大国主を祀っている主な神社はこちらです。有名な神様は、有名どころの神社が多いんだな。大国主も詳しく知りたい方は、御祭神様紹介シリーズも見てほしいんだぜ。大国主も有名で力のある神様だから、主祭神ではないにしろ、祀られている神社も多いようね。大国主は以上です。それでは、次の神様を見ていきましょう。3、この花咲くや姫。3柱目の神様は、この花咲くや姫です。鬼にも求婚されたほどの美しさを持つ女神様だな。こちらも、まずは名前からご紹介します。主な名前は大きく分けて2つあり、1つはこの花咲くや姫、もう1つがカムアタツ姫になります。こちらがその他の名前です。こちらがこの花咲くや姫の主な御利益です。この花咲くや姫を祀っている主な神社は元宮浅間大社で、浅間神社を関する神社の主祭神でもあります。富士山が見える場所や、昔は見えていた場所に浅間神社があることが多いんだよな。この花咲くや姫も御祭神様紹介シリーズで解説していますので、詳しく知りたい方は見てみてください。それでは、次の神様に行ってみましょう。4、雨の御中主。
続きましては、増加三神の第一柱の雨の御中主です。神仏集合の時に妙見菩薩や妙見さんとして親しまれるようになった神様だな。こちらもまずは名前からご紹介します。どちらも読み方は雨の御中主で、後ろにの神やのみこと、のみことがつきます。雨の御中主の主なご利益はこちらになります。雨の御中主は、妙見神社や雨の御中主神社の主祭神です。千葉県では、千葉市の総鎮守だったり、埼玉県にも雨の御中主を祀った神社が多いみたいです。雨の御中主はなかなか謎なところも多い神様で、他の有名な神様より危機での登場は少ないですが、とても力があり、広く信仰される神様です。さて、折り返しも過ぎたところで、次の神様に行ってみましょう。ご、スサノオ。ここで紹介する神様は、スサノオです。いろんな逸話がある荒々しくも勇敢で力のある有名な神様の登場なんだぜ。スサノオは逸話が多いから、ご祭神様紹介シリーズでは、まだ取り上げてないけど、要望があれば作りたい神様よね。それでは、こちらもまずは名前から。上記はすべてスサノオと読みます。名前の後につく継承が多少異なります。こちらが別称になります。スサノオは割とシンプルなんだな。続いて、スサノオのご利益はこちらになります。スサノオを祀っている有名な神社はこちらです。スサノオを祀っている神社の系統も多いんだな。まあ、これだけ有名な神様になると日本各地に祀られるのも納得ね。スサノオは以上です。では、次の神様に行きましょう。6、菅原の道真。さあ、ここで紹介するのは学問の神様として有名な、菅原の道真になります。おお、ここでまたしても有名どころの神様登場だな。では今回もまずは名前から言ってみましょう。学問の神様である菅原の道真は、そのまま菅原の道真と表記されているのがほとんどです。別称はこんな感じですが、表記される場合ではなく、呼び名として使われていることが多いみたいです。菅原の道真公のご利益はこちらになります。そして、菅原の道真を祀っている主な神社はこちらです。またしても有名な神社が名を連ねているんだな。そうよね。さすがは全国に名を轟かす学問の神様といったところね。さあ、それではいよいよ今回の動画のラストを飾る神様を紹介していきましょう。7、本田分けの御事。今回の大鳥を飾る神様は、本田分けの御事です。正直、私はあまり聞いたことがない神様だな。これから紹介していくんだけど、聞けばその凄さがわかると思うわ。では、今回もまた名前からご紹介します。基本的な名称はそのまま本田分けの御事です。そしてこちらが別称になります。応神天皇って第15代天皇だよな。あらマリサ、よく知っていたわね。諸説あるものの、この応神天皇をもってして、日本国家建立とされている天皇様なのよ。まさか、そんなすごい天皇様だとは知らなかったのぜ。そんな本田分けの御事の主なご利益がこちらね。これまたすごいご利益なんだぜ。でも、本当に驚くのは主祭神となっている神社よ。なんと、八幡神社の主祭神様になっているのよ。思っていた以上に影響力のある神様だったのぜ。しかも、八幡神社ってこんなにたくさんあるんだな。知らなかったぜ。稲荷神社に次ぐ多さだから、本当に全国各地で崇められている神話の神様にも負けず劣らずな天皇様なのよね。本田分けの御事もご祭神様シリーズでぜひとも紹介しておきたい神様なんだぜ。そうね。でも、実在の天皇様なので、歴史的要素も含まれるから、できるだけしっかりと調べてから動画にしていきましょう。もちろん、八幡神社も参拝して、紹介したいわね。そうだな。タイミングを見て神社参拝もしに行かないとな。というわけで、今回の解説は以上となります。新しい試みだったけど、皆様の参考になればとっても嬉しいのぜ。まだまだ暑い日が続いておりますが、視聴者様もお体には十分気をつけてお過ごしください。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると動画作成の励みになります。皆様が幸せでありますように。
それでは、また次回お会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。